はいよ、いってきます。悪いね、忙しいところ。いいいい、話聞いていい？はい、わかりました。はい、どうです。はい、これ一本立てのペン。はい、この一本立て欲しくてね。おーおー、いいっすね。ペン買ったんだけど、はい、書きづらいんだ、このペン。書きづらいんですか？書きづらいんだ。ちょっといただけないですね。そうで、はい、なんか書きやすいペンねーよなーと思って、はい、探したら、見つけちゃったんだな、これ。あれ？ロメオの、伊藤屋のロメオ。これ、ロメオってあれですよね、伊藤屋のブランド、オリジナルブランド。マジですか？見たい。うわ、見せてください。ありがとうございます。見たい。これナンバースリー。おぉ、ナンバースリーですか？ナンバースリー。めちゃめちゃいいっすね。ちょっと書いてみる。あ、いやいや、なんでもないです。ちょっと、最近手の調子が運動ですね。ちょっと見て、ちょっと、はい、滑らかなんですよ。おー、で、これを一本出しにしたい。一本出しですか？はい。で、これを立てると、ええ、ちょっとね、ちょっと傾き、ちょっと残念ですね。ちょっと残念だよね。ええ、これに合った一本立ての台座が欲しいなって。おお、この前、印鑑作ったじゃん。あ、作りましたね。ええ、で、一緒。いや、全然余裕です。あの、ペン立てですよね。ペン立て。バッチリです。よろしくお願いします。文鎮？いやいや、文鎮です。これ、うん、ペン立てですよ。ペン立て？これ寝せても、うん、ちなみにですか、お寝せても入るし、お出ても入るしという感じのブラックバスのペン立てです。ブラックバス？ブラックバス、はい。しかもですね、ブラックバス、ブラックバス、はい。ブラックバス、なんでブラックバス？いや、待って、ナペシショって言ったらもうブラックバスしかないじゃないですか。あ、はい、なんでブラックバスにしました。なるほどね、はい、で、どういったことなんですか？いや、これはですね、まあ、先ほどの、まあ、立ててもらって使うとか、まあ、寝せてもらって使うとか、で、今回、うん、ウンダッペ次長初の仕事なんで、裏面にしっかりコク入れてきましたから。ウンダッペ次長。これかっこいいです。なるほど。ありがとう。はい。で、おい！え？気に入っていただけないですか、これ。やんねえし。え？次やんねえし。マジですか？やんねえよ、次。あれ？次やる？僕は触ったこともね。あ、触ったことないですか？見たこともないな。え？じゃあ、これが、え？俺、チャリなんだよな。あ、チャリ子。そうだった。チャリな。自分の手はロードバイクでしたね。あ、すいません。やり直したな。マジですか？やり直したよ。すいません。作り直してきて。あ、終わりました。はい。すいません。急いでね。急いで。はい、わかりました。はい。じゃあ、失礼します。よろしく。はい。ポンちゃんさ、はい、大丈夫今、はい、ちょっとさ、この間常務にペン立て作ったんだけど、はい、なんかね、ブラックバス気に入ってもらえなくて、はい、自転車作ってくれって言うのよ、はい、ちょっと俺絵描いちゃったの。ちょっとこんな感じで作ってくれないかな。あ、わかりました、うん、はい、お願いします、はい、で、なんじゃこりゃ。